ワクチンの、まあ、争奪戦に見ても分かるようにね、うん、これ事実上やはり戦争なんですよね、うんうん、でその戦争なのに全くガバナンスができていない、うん、例えば日本は東アジアでは完全なコロナ対策の負け組なんですよね、はい、つまり日本は完全な負け組なんですよね、うんうん、つまり戦争に負けているというふうに言っていい、うん、でどうして負けているのかっていうと、まあ、もうそれは単に PCR 検査をちゃんとできないからです、うん、そのなぜ日本だけが PCR 検査が、うん、その無症状者無症候者に対してできないのか、うん、つまりどうして PCR の件数を上げられないのか、でこれも実は霞が関も、まあ、政府あるいは永田町も、うん、まあ、全然把握できないっていうね、うん、結構本当にね喜劇にもならないようなお笑い状態で、それは基本的に公、うん、まあ、パブリックについてのマインドやコミットメントがないんですよね。例えば省庁で言えば、省庁という、まあ、これも沈みかけた船の中での、まあ、座席争いをする、まあ、浅ましい役人や官僚だらけ、つまり、まあ、ひらめだらけ。우리는 당신밖에 모르